おい田中、お前ってネネのこと好きだろ？にゆみさん、気安く私の名前呼ぶな。聞かれたことだけ答えてろ。お前長野ネネのこと好きだろって。違うけど。ていうかいきなり何のライン？にゆみさんとは高校で一度もクラス一緒になってないよね。お前マジでうざいな。聞かれたことだけ答えろって。ネネのこと好きなんだろって。それはさっき答えたよ、好きじゃないって。お前さ童貞だろ？違うよ。いやもうそれが童貞だから、素直に認めろよ。ネネが好きなんだろ？だから違うって。じゃあ誰なんだ？お前の好きな人教えろよ。いないよ。ほんとキメーな。お前みたいなキモートがいるから学校楽しくねえんだよ。どうせ付き合いもしねえから現実から目そらせてるだけだろ。お前らみたいな三軍男子は一生童貞で彼女もできないよ。どうしてそこまで言われるの？俺何かした？存在がキモい。何かしたなら謝るけどさ、それにもし仮に好きな人がいてもどうして新見さんに教えないといけないの？それメリットがない限り俺は君に何も教えないし話さない。ほんとバカだなお前って。いいのか？このまま素直にならなくて。大好きなネネちゃんで童貞卒業したくないのか？もういいよ、 LINE 消しておくね。1万円でやらせてやるよ。は？お前が明日までに1万用意して私にその1万支払ったらネネとエッチさせてやるよ。どうだ？やらないわけないよな。どういうつもりだよ。おいおい、お前話に乗ってきてんじゃん。何が LINE 消したよ。どうせパンツ脱いでんだろ。あキモいわ。受けるなんて言ってないだろ。どういう理屈か説明しろって言ってんだよ。お前のことが好きらしいぞ。な、今すぐにでもやりてえだろ。嘘つけよ、長野さんが俺のこと好きなわけない。自己分析は完璧だな。でも好きらしいぞ。なんなら本人に聞いてみるか。どうせネネの LINE 知らないだろうから私が直接教えてやるよ。10分後。夜遅くにごめん。1年の時同じクラスだった田中茂です。あんまり印象に残ってないし LINE だって初めてするから誰ってなってると思うけど、今日は確認したいことがあるんだ。何田中くん、覚えてるよ。ありがとう。突然で悪いんだけどさ、さっき新見さんから LINE 来て長野さんの LINE 教えてもらったんだけど、なんか長野さんが俺のこと好きとかデタラメなこと言ってるんだけど、さすがに嘘の情報だよね。嘘じゃないよ、私田中くんのこと好きだよ。おかしいよ。何が？自分で言うのもなんだけど俺と長野さんじゃ釣り合わないよ。それに同じクラスだったのに一度も話したことないじゃん。それなのに好きとかありえないよ。恥ずかしくて話せなかったの。ごめんね、こういうの慣れてなくて。じゃあ聞くけど俺のどこが好き？え？好きなら答えられるよね。全部、あと優しいところ。それ褒めるところない時のテンプレじゃん。そんなことないよ。じゃあもう一つ聞いていい？1万円の話は聞いてる？聞いてるよ。おかしくない？何が？なんで俺と長野さんが大人の関係になって新見さんにお金が行くの？どう考えてもおかしいよね。もしかしてだけどさ、長野さん新見さんにいじめられたりしてる？してない。弱み握られてる？そんなことない。本当に？ごめん、もう寝る。そんな風に言ってるけどどうせ明日やる気なんでしょ。話聞いてくれないかな。翌日。おい田中、お前どういうつもりだよ。なんで金持ってきてねえんだよ。ごめんなさい、1万円なんて急に用意できなくて。やりたくないのか？ねえねえ、処女らしいぞ。お前みたいな不細工な男があんな可愛い子とエッチできるなんて今後店以外でありえないよ。しかもいくら店で大金積んでも大好きな同級生とだなんてできるわけないんだぞ。今お前の目の前にはとんでもない幸運が訪れてんだよ。それちゃんと理解してる？言っとくけど明日2万な。それ持ってきてなかったらもうお前にチャンスはやらない。他のブスに抱かせるかその辺のおじに売るわ。分かったか？ああ、あと言い忘れてた、お前らの行為中は私が動画で撮っといてやるからな。分かったら返事しろや。はい。明日持ってくんのか？もちろんです。最初から素直に言えよ、このキモオタが。
10分後。長野さん、やっぱりいじめられてるよね。俺、君の力になりたい。このこと、先生や学校に通報しよう。さっき新見さんから来たLINEでも十分脅しの証拠になると思う。あとは長野さんが先生にいじめのことを言えばいいと思う。だから、明日一緒に職員室に行こう。余計なことしないで。え？いじめられてないから。なんでなの？明らかにおかしいじゃん。おかしくない。おかしいよ。勇気出そうよ。ここで動かなきゃ何も変わらないよ。新見さんがそんなに怖い。俺がそんなに頼りにならない。大丈夫。俺は絶対屈しない。最後まで君の味方だから。やめてって。長野さんが動かなくても俺が動く。明日、俺一人でも職員室に行くから。やめてって言ってるでしょ。あんたのせいで拡散されたらどう責任取るつもりなの？拡散？私、新見さんに盗撮されたの。盗撮？水着に着替えてるところを教室の端にあったカメラで撮られたの。え、それは新見さんの仕業？そう。なんでそんなこと？ずっと私のことが嫌いみたいなの。何の因縁か知らないけどね。私はずっと仕方してたんだけど、それが尺に触ったのが盗撮されたの。そのビデオには私の友達も映ってたし、絶対に出回ってほしくないの。だからその動画を消してほしくて、今はあいつの言いなりになってんの。嘘だろ。だから俺とエッチしろって。そう。だったらなおさら告発しないと。こんなのただの脅迫だろ。あんたバカなの。こんなの先生に訴えたら、その時点でネットにアップされるし、事実確認だなんだって先生たちにチェックされるかもしれない。もうね、誰の目にも触れてほしくないの。それはわかるけど。もうね、私は覚悟できてるの。あんたも心配してるふりしてヘッチしたいとか思ってんでしょ。いい加減心身ぶらないで。ふざけんなよ。こんなのダメに決まってる。俺はさ、長野が好きなんだよ。は？一年の時からずっと好きなんだよ。長野は俺の永遠の憧れなんだよ。なんで今告白してんの？意味不明なんだけど。長野がバカみたいなこと言ってるからだろ。よく考えろよ。好きでもない俺みたいな気持ったとエッチなんかして平気なわけないだろ。それどういう感情？いたって普通の感情だよ。なめんな。ごめん。笑った。え？田中とは全然喋ってなかったから、全く理解してなかったけどさ。面白くていいやつだね。え？見た目はキモいけど。おい。何？私のこと好きだったの？だったじゃなくて、今もだよ。そんな私とエッチできるんだよ。したくないの。そりゃ、本音言ったらしたいよ。でもしないんでしょ？だって、長野は俺のこと好きじゃないし、そもそも動画消してもらうためのやつだし、そんな同意のないエッチはダメだろう。私、イケメンじゃないとダメだから。このチャンス逃したら一生ないよ。え、マジ？うん。やる？やらない。やらないんだ。何回も説明しただろ。長野が嫌なんだったらしない。なんでそんな成人みたいな性格なの？普通だよ。普通じゃないよ。あのさ、さっきから笑ってるけど、今笑ってられる立場なのかよ。動画拡散されたらどうするんだよ。やばいね。でもその動画見つけたら再生するでしょ。しない。嘘でしょ。絶対見るでしょ。ごめんなさい。見るんじゃん。見るかも。でも泣きながら見る。ちゃんと。ちゃんとって何？ダメだ。お腹痛い。あのさ、長野さ、笑ってる場合じゃないだろって。ごめんごめん。でもおかげで勇気出たよ。てか田中くん面白いね。それにすごくいい人。こんな私のために考えたり怒ったりしてくれてありがとう。でもこれは私の問題だからさ、私が自分で決着つけるよ。ダメ。絶対俺が何とかする。翌日。どこにいんだよ。お前金用意できたのか？もし無理なら早く言えよ。気持ちじい控えてんだから。返事遅れてごめん。今どこにいるのかな？2万しっかり用意したよ。やる気でくそ。あれだけ反論してたくせに、やっぱ性欲には負けたか。うん。こんなチャンス滅多にないからね。貴重な機会を作ってくれて本当にありがとう。キモ。あと確認だけど、本当に行為中の動画も撮ってくれるの？いいよ。ただしそれは5万な。さすがに5万は持ってない。後日でもいいかな？構わないよ。ありがとう。一生の思い出に残るよ。キモ。まあいいわ。
お前がキモければキモいほど今日が面白いんだから。ああ、あと私の友達の何人かも今日の現場来るからな。え、何人くらい？私含めて3人。3人も来てくれるの？なんだ、興奮してんのか？だってたくさんの人に見届けられるんだろ。こんな嬉しいことないよ。正体を表しててくそ、お前にして正解だわ。遠慮することないからな。壊すつもりで行けよ。うん、行くよ。壊すつもりで。1時間後。おい、お前どうしてくれるんだよ。話と違うだろうが。あれ、スマホ無事だったの？水没してダメになったから友達の携帯からログインしてんだよ。お前マジで覚えとけよ。壊していいって言ったから水没させたんだけどな。ごめんね、俺の勘違いのせいでせっかくの盗撮データが破損したね。いや、俺も見たかったけど水没したから見れないし、今後脅しの道具としても使えないね。お前いい加減にしろよ。それはこっちのセリフだよ。は？何の恨みがあるのか具体的には何も知らないけど、卑怯な真似して脅すな、カス。うるせえ、消えろこのブスが。ブスで結構、ひも手で結構。俺の人生にどれだけ色恋がなくてもお前より充実すると確信してるわ。俺の愛する女を傷つけたその罪、一生消えることはないからな。10分後。長野さん、データも完全に破損。あの様子からだと盗撮されたデータをバックアップしてることもなさそう。田中君、本当にありがとう。本当にかっこよかったよ。新見のスマホを奪い取って一気にダッシュした姿忘れない。無我夢中だった。本当に感謝しかない。もうなんてお礼をしたらいいか。お礼なんていらないよ。ただ好きな人の役に立てた、それだけでも大きな報酬さ。それにずっと他人に言いたかったセリフもズバッと言えたし。言いたかったセリフ？俺の愛する女を傷つけたその罪、一生消えることはないからな。これ好きな漫画のセリフなんだよ。だからもうそれだけで満足。いい言葉だね。だろ。あ、今度貸してあげるからぜひ見てよ。うん、じゃあ早速明日読みに行こうかな。え、読みに行くって？もちろん田中くんの家だよ。いや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 、それはまずいよ。なんで？長野さんが俺の家に来るなんて、そんなことあってはいけない。それに今まで抑えてた理性が一気に爆発してしまうよ。掃除だけしててね。いやいや、だからさ。あれだけ機転の利く行動したのに、そういうセンサーは鈍いの？え、どういうこと？これからも私のことを守ってね、しげる。後日談。こんばんは、田中しげるです。なんとなんと、人生大逆転。あの憧れの存在だった長野ねねと付き合うことになりました。いやいや、信じられないです。あまりにも信じられなくて何度も何度も確認しました。イケメンしか無理とか言っていたので、こんなブスの俺でいいのかと何度も確認しました。そんな俺にねねは言いました。心がイケメンだから好き。あー、脳がとろけますよね。というか今俺ねねって言っちゃいました。リア充しちゃってすみません。あのさ、しげる、恥ずかしいからのろけるのやめてくれる？続き喋ってよ。あー、はいはい、すみません。その後の新見さんはいじめが発覚して職員室へ連行。俺やねね、その他の人の証言が決定的な証拠となり、2週間の謹慎処分となっていました。正直罰則が甘いと思いましたが、プライドの高い新見にとってみれば十分な大打撃となりました。以降俺らに歯向かうことはなく、最高の学園生活を送ることになりました。なあねね。何？俺らって幸せだよな。相変わらずキモいね。